野郎ども。うちらの本気見せてやりましょう。抱き潰す。さっさと片付けちまおうや。さあ行くぞ。飛龍会の勝利だ。よくやった、お前ら。なかなかしぶといね。矢野か。お、覚えててくれて嬉しいね。そう、俺こそが矢野トール。待たせたな、桐生さんよ。全然待っていない。おい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 、まあいいや。今日は最後のご挨拶に来てやったぜ。ようやく尾道観光が終わってよ。のどかでいいところだったぜ。ジョーの野郎がおじけづいて引っ込んで、のどかに余生を過ごしたくなるのもわかるな。てめえ、もうちょいここでのんびりしたいんだけどよ。六教神の連中が早くしろって許せんだよ。次に会った時は俺が相手させてもらう。その日がお前らの命日だ。ジャスティスの六教神の本気をお前らに見せてやるよ。首をきれいに洗って待っとけよ、バーカ。いよいよ次は矢野が相手ですね。ああ、矢野は強い。だが俺たち桐生会も確実に強くなってきてる。絶対勝ちましょう、桐生さん。はあ、矢野通る。一筋縄ではいきそうにねえな。